ジョン・ジョージ・テリーは、イングランド・ロンドン出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。FIF フフプロ年間最優秀選手賞の守備部門に、創設された2005年度から4年連続で名を連ね、UEFA チャンピオンズリーグの、最優秀 DF 賞を2005年と2008年に2度獲得。 PF 年間最優秀選手賞を2005年に獲得などの実績がある。チェルシーでプレーするテリー少年時代からチェルシー FC のアカデミーに所属した。トップチームに昇格したての頃は同じポジションにマルセル・デサイやフランクル・ブーフがいたため出場機会はほとんどなかったがノッティンガム・フォレスト FC へのレンタル移籍を経て2000から01シーズン。 当時の監督だったクラウディオラニエリに徴用され、出場機会が増加。2003から04シーズンには、衰えが隠せなくなったマルセルデサイに代わり、ディフェンスラインを統率した。2004年に、ジョゼ・モーリーニョが監督に就任すると、チームのキャプテンに指名される。モーリーニョが、フランク・ラン・パードナ・イングランド人と共に、首相テリーに託した、率先して、 チームを引っ張ってほしいという言葉通りに、抜群のキャプテンシーを発揮。守っては、そのモーリーニョと共にやってきた、新加入のディフェンダーリカルドカルバーリョと共に、リーグ最小失点の賢人を築いた。守備だけにはとどまらず攻撃の場面では得意のヘディングで、ゴールを量産した。中でも、UEFA チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦、FC。 バルセロナ戦でのヘディングゴールはチームを救う一撃となった。なお、このシーズンで自身初となる UEFA チャンピオンズリーグ最優秀ディフェンダーに選出されている。2006年10月14日のレディング戦では、GK のペトルチェフが試合開始早々に、相手 MF のスティーブン・ハントの膝が頭に直撃し、負傷退場となった上に、代わりに出場した。 控え GK のカルロクディチーニも後半ロスタイムに相手 DF と接触し負傷退場となってしまった。交代枠を使い切っていたため、テリーがわずかな時間ながら大役 GK としてゴールマウスを守ることになり、自らのポジションであった。センターバックは FW のドログバが入ることになった。2006年末から2007年の2月にかけて腰の手術のためにチームを離脱。 モーリーニョ監督はその間パウロフェレーラやマイケル、エッシェンをセンターバックに起用していたが、リバプールとのアウェー戦では0から2で完敗するなど、守備の安定感を欠き、テリーの偉大さを証明する結果となった。2月3日に行われた、チャールトンアスレティックとのアウェー戦で終了間際に、交代でピッチに登場し、約1ヶ月ぶりの復帰を果たす。翌週のミドルズブラ戦では、 スターティングメンバーに復帰し、以前と変わらぬ安定したプレーを見せた。2007から08シーズンのジェルシーは、プレミアリーグにおいて、首位のマンチェスターユナイテッドと、同価地点の84ポイントで最終節を迎えた。優勝のために少なくとも、引き分け以上が必要な最終節ボルトン戦だったが、テリーは、開始10分で、チームメートのペトルチェフと接触し左肘を脱球。 無念の負傷退場となった。結局、他会場のマンチェスターユナイテッドが勝利し、チェルシーは引き分けたために2位で、プレミアリーグを終えた。自身の脱球は軽傷だったため、10日後の因縁のマンチェスターユナイテッドとの UEFA チャンピオンズリーグの決勝にはスタメンで出場。この試合では両チーム譲らず、PK 戦に突入した。 マンチェスターユナイテッドで3番目のキッカーを務めたクリスティアーノ・ロナウドのキックをペットル・チェフが止め決めれば優勝という状況で5番目のキッカーであったテリーに順番が回ってくるしかし降りしきる雨によってぬかるんだピッチに足を取られたテリーはボールをポストに当ててしまい失敗その後チェルシーで7番目のキッカーを務めたニコラアネルカのキックをエトビン・ファン デルサールが止め、結局マンチェスターユナイテッドに敗れた。テリーは涙を流し悲嘆にくれ、その後チームのホームページ内で謝罪をした。しかし、彼がいなければ我々は決勝に勝ち進むことはできなかっただろうとランパードが語るように用語の声も多かった。それを裏付けるように、このシーズンで、 自身二度目となる UEFA チャンピオンズリーグ最優秀ディフェンダーに選出された。2011から12シーズンのチャンピオンズリーグでは、準決勝でのバルセロナ戦で退場処分を受け、ファイナル出場はならなかったものの、チームは因面の PK 戦でバイエルン・ミュンヘンに勝利し、ついに悲願のチャンピオンズリーグ制覇を果たした。2014から15シーズン、 10月18日、クリスタルパレス戦では、チェルシーのキャプテンとして500試合出場を達成した。リーグカップファイナルでは、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれる活躍で、優勝に貢献した。2016から17年シーズン、コンテ監督就任後、開幕戦から数試合は、センターバックのレギュラーを務めたが、怪我により、離脱、レギュラーポジションを失い、4月17日混。 シーズン限りで、チェルシーからの対談を発表した。ワットフォード戦では、先発出場を果たしゴールを決めた。シーズン最終節ホームゲームのサンダーランド戦では、先発出場しセバン号と同じ前半26分まで、プレースタンディングオベーションで、ケイヒルと交代し、チェルシーでのプレーを得た。2017年7月3日、 イングランド2部のアストンビラ FC にフリーで加入した。背番号は、チェルシー時代と同じ26番。移籍の際、イングランドの一部リーグからもオファーがあったが、テリーは、チェルシーと対戦することは、精神的に乗り越えられない。と、新天地に2部リーグのチームを選んだ理由を、説明した。2018年夏に契約満了し、退団した。 2018年10月7日、自身の SNS で現役引退を表明した。2010年、イングランド代表でのテリー代表初出場は、2003年6月のセルビア・モンテネグロとの親善試合。ユーロ2004にも代表入りし、出場停止中だったリオ・ファーディナンドに代わり3試合に出場した。2006フィファワールドカップでは、 ソルキャンベルに代わりレギュラーに定着、リオ・ファーディナンドと共に、イングランドの剣手を支えた。この後、デビッド・ベッカムに代わって、イングランド代表のキャプテンを務めていたが、2010年2月、不倫疑惑が浮上し、ファビオカ・ペッロは、テリーを、首相から解任した。2010フィファワールドカップのグループリーグ第3節における、スロベニア戦において、後半67分に、 相手 FW のミリボイエ・ノバコビッチのシュートをスライディングでブロックした直後、なおもゴールに迫るズラトコでディッチのシュートに対し、頭部からダイブしてのブロックを試みる。結果的に自身のブロックは失敗したもののチームの失点を免れ、この勇敢なプレーは高い評価を受けた。2011年3月にカペルロにより再び首相に任命された。2012年2月3日、 前年10月23日のタイクイーンズパーク、レンジャーズ FC 戦で、アントン・ファーディナンドに対して、人種差別的な発言をしたという疑惑により、FA によって、首相を剥奪された。これに対してカペッロが不満を示し、代表監督を辞任するという事態に発展した。その後、2012年7月に行われた、人種差別発言容疑の裁判では、無罪となった。 2012年9月23日、代表引退を表明した。現役引退から4日後の2018年10月11日、アストンビラ FC のアシュスタントコーチに就任。ディーン・スミス監督の元クラブをリーグ5位に導くと、昇格プレイオフで、チェルシー時代の名優であるフランクラン・パード率いる、ダービーカウンティ FC を破り、プレミアリーグ昇格を達成する。 シーズン終了後には、クラブとの契約を1年間延長した。ありがとうございます。